バルカン半島におけるブラフ人の分布がダコイコールルーマニア人。ルーマニア人はルーマニア及びモルドバ共和国で多数派を形成する民族である。アルーマニア人などの他の南東ヨーロッパのラテン系諸民族と共にブラフ人と多少される民族集団に含まれダコイコールルーマニア人とも呼ばれる。旧ユーゴスラビアの民族分布がルーマニア人。 ルーマニア人は、東欧に在住するにもかかわらず、ラテン語系のルーマニア語を話すことからその起源には、諸説あり、歴史の謎であるとする歴史家も存在する。ルーマニアの歴史家によれば、現在のルーマニアに在住していたダキア人と、そのダキアを征服して、属州としたローマ人と根結したことで、ルーマニア人及び、ルーマニア語が9世紀までに形成されたとしており、 これを、ダキアローマ人の連続説や、ダキアローマ人の現住民説などと呼ぶ。また、時期にも諸説あるが、ルーマニア人らは、バルカン半島から移住してきたとする説がありこれは、この説を唱えた、ドイツの学者レスラーの名を取って、レスラー説と呼ばれている。ただし、トランシルバニア地方の領有権をめぐって、ルーマニアとハンガリーの間に対立があり、 この問題については18世紀に書かれたローマ帝国水防止の時代より論争が続いている。ルーマニア語はロマンス語に属するとされるが、5位にスラブ語からの借用語が非常に多く、トルコ語などからも借用語があることが特徴で、文化はビサンチン文化を受容し、その多くは正教会、ルーマニア正教会を信仰している点がルーマニア人の特徴である。 ありがとうございます。